おはようございます。川添のさんです。はい。今日はですね、ミニトマトを収穫した時に入れるコンテナ、箱ですね。は、どれがいいのかについて解説していきたいと思います。で、僕がですね、最初の頃トマトを始めた時に使ってたコンテナはこれなんですよ。これにいっぱいいっぱいトマトを入れて、 はい、選別したりしてましたりてまで去年まで使ってたのがこちら少し平べたくなってはいこの青井さんテナを使ってたんですで今年からこれは花農家さんから買ったコンテナなんですけどこれを使うようになったんですよねこれも花に使ってるやつでここ最近ですねトマトに若干傷が出てきたんですよ ちっちゃい傷。はい。でね、原因が分からなくて、でやっとね、最近、原因が分かったんですけど、あの、品種によっても皮が薄いのとか、割れやすいのとかあるんですよね。で、うちは今年、薄いのもあるし、硬いのもあるんですけど、で薄いのを入れたときに、やっぱりトマトの圧力で、 はい、ここを手で触るとわかるんですけど少し角が当たってるんですよでトマトがねやっぱり若干この角に当たるとこうやって皮が裂けやすくなって破れることがあるのではいこちらの箱をやめてこの箱を JA さんからね買いましたはいここはですね角が立ってないので 一年目これは使ってたんですけど何の問題もなかったんですけどやっぱり箱は通気性はいいんですけど角がね立ってたり隙間が多すぎると少し皮が薄い品種は咲きやすくなるのかなと思いますだからしばらく段ボールをね引いてたんですけどはいこちらの箱が届いたんでこっちを使っていきたいと思いますで農家さんによってももちろん箱はね使ってるのはバラバラと思うんで まあもしよかったらうちはこういう箱を使ってるよって教えて。